忍術が見たいと言ってたら、こんなものでいいなら、とくとに忍法非暴死も、攻撃の意志や方向が読み取れる。強い気配だけじゃない。弱い気配も、周りの全てを感じる。自分の弱さを受け入れて、初めて相手の弱さも感じられる。頑強な心と繊細な心の狭間。